ところに来た。手伝ってもらいたいことがあるんだ。町のアクセサリー商人が指輪をなくしたって言っててね、探してくれと頼まれたんだが、俺探し物は苦手なんだ。わかった先輩、協力するよ。これが依頼人の住所だ。まずは彼女から事情を聞いてほしい。他にわからないことがあれば俺が説明しよう。悪いがよろしく頼むよ。探し物の依頼よ。そんなに急いで何やってんだ。探し物ならオイラたち役に立てるかもよ。松の花はすっごく効くんだから。確かにそうだったね。お願いできる？夏、ちょうど暇だしな。いいぞ、一緒にお前の依頼人のところに行ってやるよ。じゃーん、ほらほら見つけた。わー、すごい。魔導士さんね。ええ、指輪をなくしたいきさつを聞かせてもらえる？昨日の夜何か音がして目覚めたの。そしたら太った人と痩せた人の影が窓から外へ出て行ったのが見えて、慌てて起きて調べてみたら指輪がなくなっていたのよ。盗まれたってことだね。何か手がかりがあるかも。探してみよう。この布切れ、服の切れ端かな。この匂いならたどれる。俺についてこい。氷の造形魔導士だ。何でも作れる。おい、お前、あの指輪を独り占めしようとしてんだろう。そんなわけねえだろう。長い間組んできた俺のことをまだ疑うのか。俺の目を見ろよ。すげえ正直者の目だろうがよ。待て、話は後だ。おい、そこの魔導士、俺たちの話聞いてただろう。だったら帰らせるわけにはいかねえや。
ってどこにあるの？もう殴らないで、教えるから。あの指輪はもう商人に売ったんだ。その商人はよく大聖堂に寄付しに行くから、その近くで見つかるかもしれない。嘘じゃねえ。なあ、俺の目を見ろよ。すっげえ正直者な目だろうがよ。お前は大聖堂に行って例の商人を探しに行け。俺とハッピーはこいつらの見張りだ。ありがとう、夏、ハッピー。先ほど出て行ってしまいましたが、まだ近くにいらっしゃるはずです。今から追えば間に合うかもしれませんよ。何かご用ですか？実は。はい、確かにそんな男たちから指輪を買いましたが、あれは高価なものじゃなく、ただの模造品でしたよ。指輪が偽物？あの泥棒に騙された。早く彼らのところに戻ろう。どこへ？案内してくれる？ハッピー。このバカ、指輪を盗むくらいの仕事でフェアリーテイルに目をつけられるなんて。フェアリーテイルの夏が乗り物に弱いって噂を聞いてたから、ね、罠にはめてやり過ごせたものの。すいません、でも夏を乗り物に乗せて巻くなんて、さすがお頭、俺の愛だなす。指輪を盗んだ上に私の友達も罠にはめたのね。許さないから。
同士がいるなんて。奥の手を使わないとダメなようね。私のペットたちと遊んでいなさい。ここは私に任せて。ハッピーはナッツを探してギルドに連れて行って。気をつけて。
水。前にギルドに来てただろ。僕も無関係じゃないようだし、一緒に指輪を返しに行くよ。君のようなか弱くて美しい女性のそばには、僕のような強い男がいた方がいいよ。弱くなんてない。でも来たいなら好きにすれば。取り戻してくれてありがとう。いや、君のような美しい女性の役に立つことができて光栄だよ。あなたは彼氏にしたい魔導士上位ランカーのロキさん。今日お化粧してなくて。そんなことは気にしなくていい。素顔の君も素敵だよ。この後空いてる？どこかに座って話をしよう。ゆっくり。はい、空いてますよ。すっごく空いてます。あなたが空いてならいつでも空いてますから。バカバカしい。依頼も終わったし、もう帰ろうっと。